スロバキア料理は、スロバキアの料理である。主な食材は、豚肉、カキン、小麦粉、キャベツ、乳製品であり、歴史的な背景からも、ハンガリー料理、チェコ料理、オーストリア料理との共通点が多く、東部スロバキアにおいては、ウクライナとポーランドからの影響が見られる。最もよく使用されるスパイスは、パプリカ、ニンニク、マジョラム、 特に典型的スロバキア料理と言われるものの多くは、タトラ山脈の麓である、北東地域からの料理であり、貧困と食材の希少性の時代に、森や山に隣接する寒冷の内陸地において、希少の食料から栄養価の高い食事とスープを作る、工夫がされたものである。主にパン、ジャガイモであるが、パスタ類や米もよく食される。多様な形、大きさ、材料。 原料のパンがあるが、大まかに食事のためのフリエブ、ペチボ、ロジョクと甘いパンであるコラーチへ分類できる。ビアノチカ、バイオナカクリスマスに食べる星ぶどう入りの甘いパン。クリスマス以外の時期でも買える。茹でる、焼く、揚げるの他に、ゼミヤコバーカシャマッシュポテト、コロケッタとしても食す。たっぷりソースの料理によく添えられるクヌーデルには、ジャガイモ、小麦粉、小麦粉、パン。 小麦粉、パン、洋乳チーズ、小麦粉から作られたもの、といろいろなバラエティがある。小麦粉だけで作られたものは、蒸しパンそのものでふわふわ。じゃがいもが加えられたものは、非常にもちもちしていて、食べ応えがある。料理の付け合わせだけでなく、単品で食べる果物や燻製肉などを中に入れた、クヌードリーキーも、非常に美味である。ブリンズブハラスキーブリンゾベーハルシュキーストラパッキー。 ストラパチキブリンズブピロイブリンゾベーピロヒザビザコバカサザビアチコバカシャスロバキアでは食事の最初にスープを食べることが非常に多い内陸のためカポルゴイプストゥルフマス等のカワウオ食すコイはクリスマスに欠かせない定番料理でありイケスを設けた魚屋やデパートで生きたコイを買いに並ぶお客の列が見られる主に豚鶏肉牛他では ダチョウアヒル、ナナメンチョウ、カモウサギヤギ等。9月から12月は、ローストした、ガチョウ、アヒルを、蒸したキャベツと、赤ワインソース、クヌーデルと共に食し、レバーは6社で巻いて食す。春や秋の雨が多いシーズンには、キノコ狩りをして、森の幸を楽しむ人が多い。とりわけ、ドゥバーキというキノコは香り、味とも素晴らしく、人気が高い。 卵と一緒に調理したスマジェニツァズフリーボーアバイエツとして食すか乾燥保存してカプストニツァトースープへ使用酢とスパイスで味付けしてから瓶詰め輸入野菜が増えていく中でもお店や市場で手に入る野菜のバラエティは季節によってかなり変化する特にアスパラガス生のほうれん草白カブ餃子ニンニクなどは旬の季節のみ手に入る 一般的に大根やカブなどの根菜の葉を食す習慣がないためお店ではあらかじめ切り落とされており市場で購入の場合も何も言わなければ店主が重さを測り感情を済ませた後で切り落とす日常的に食されている野菜の中には以下のように日本の食卓にはあまり馴染みのないものがいくつかあるスリブかスリウかほかリンゴ、梨、カリン、ビワ、サクランボ、アンズ。 桃、ネクタリン、スモモ、スグリ、いちご、ブドウ、いちじく、ラズベリーブラック、ベリーブルーベリー、など、収穫後1年を通して貯蓄されるリンゴや遠い、海外からの輸入で賄う果物以外は、旬の時期のみ新鮮な果物を楽しむことができる。それぞれの果物が旬の時期に、ビーンズメジャムやコンポートを作り大量に貯蔵する過程が多い。桃やサクランボのコンポートは、 肉料理の付け合わせに添えられることも。スロバキアの漬物には、鈴毛のピクルスと乳酸発酵した野菜がある。鈴毛のピクルスには、キュウリ、カブ、ネギ、チリ、キノコ、キャベツ、ベビーコーンなどがある。ブリンザ・ブリンザ・スロバキアワインの産地は主に南西部にあり、6つのエリアに分類される。日本でハンガリーのワインとして知られる。 都会ワインの生産エリアはスロバキアにもまたがっており、国内でもよく飲まれている。スロバキアでは、ミネラルウォーターやソフトドリンクよりもビールの方が安く購入できる。地域限定ビールも含むと、スロバキア国内だけで42の銘柄があり、その他に自家醸造をしているレストランなどがある。レストラン、パブ、居酒屋ごとに、ひいきのビール銘柄が異なり、それぞれの店には、 目玉となるビールの看板が入り口にかかっている。2010年頃から一部の銘柄がビールをレモネードで割ったらドラーを販売するようになった。ありがとうございます。